では超かおりんひろみチャンネル。ではですね、今日はまずこの話題からいきたいと思います。日本ワクチン学会から新型コロナウイルス感染症に対する BCG のワクチン効果に関する見解が出ましたということです。私先週これやりましたよね。エビデンスがはっきりしないし、もともと言い出しっぺの人が実は関係ないんじゃないかってすでに言い始めてて、オーストラリア4000人も臨床試験するっていうのは、ご苦労様ねみたいな言ったと思いますけど、案の定ですね、ちゃんとワクチン学会がコメントを出しました。読みます。新型コロナウイルスによる感染症に対して BCG ワクチンが有効ではないかという仮説は、未だその真偽が科学的に確認されたものではなく、現時点では否定も肯定ももちろん推奨もされません。BCG ワクチン接種の効能効果は結核予防であり、新型コロナウイルス感染症の発症及び重症化の予防を目的とはしていない。また主たる対象は乳幼児であり、高齢者への接種に関わる知見は十分と言えない。本来の適用と対象に合致しない接種が増大する結果、定期接種としての乳児への BCG ワクチンの安定供給が影響を受ける事態は避けなければならない。新型コロナウイルス感染症に対しては前時点までに蓄積された科学的知見をもとにした対応がなされていくことが第一義であると考えます。これと並行して治療薬の開発、予防のためのワクチンの開発が早期に進むよう、本学会としても果たすべき役割を認識しているところであります。以上ということです。要するにですね、皆様あまり考えてないかもしれませんが、ワクチンとかっていうのはですね、その年に必要な数を予測してあらかじめ決まった数を作るんですね。ですから急にですね、皆さんが新型コロナにかかりそうだから BCG ワクチン打ってくれってギャー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 医療機関行って、本当に医療機関がそれを打ったとしましょう。そうすると必要な赤ちゃんたちに、乳幼児たちにですね、 BCG が行き渡らなくなって、結果的に結核が、乳幼児の結核が増えるとかっていうことになりかねません。で、私たち医師側はそういうことはいたしかねますし、この時期にですね、いい加減医療機関混乱してますから、こんな時期に BCG 打ってくれって言って病院に詰めかけることはぜひおやめください。そこでしつこく食い下がるとかってするとですね、もう一銭ももらえないのに療養費だけがかかって、医療職ものすごい疲弊します。で、お医者さんとか看護師さんとか出てこなくって、事務の人だからいいだろうって思ってやるかもしれませんが、事務の人いないと私たちね、仕事できませんから。そういう人たちの手足を引っ張るのは、私たちの手足を引っ張るのと全く同じです。いいですか。私たちをサポートしてくれる人たちっていうのは、私たちの手足となって頑張ってくれる人たちなんですよ。私たちを引っ張ってるのと一緒ですから、絶対やめていただきたいと思います。現に慎んでください。で、よろしくお願いいたします。ということで、 BCG 接種はですね、今のところというか、多分おそらくほとんど関係ないのではないかというふうに私は今のところ考えています。この先にですね、コロナウイルスに有効だったとかっていうのが出てくるかもしれませんが、ちょっとそういう可能性は低いんじゃないかなというふうに考えています。皆さん本当に落ち着いてください。よろしくお願いいたします。そもそも、やっぱり日本とかがやっぱ死亡者が少なかったから BCG ワクチンが有効なんじゃないかって説が出始めちゃったってことですよね。いや、これね、なんかよくいや、どうなんですかね、よくわかんないんですけどね。なんか元になったのは、なんかアメリカに今行ってる日本人の大学院生かなんか、なんかそんな感じの人がツイートしたんですよね。ツイートしたのかなんかよくわかりませんけど、私も見ましたけど、なんか関係あるんじゃないかみたいなこと言い始め、それでわーっと、いや、根も葉もない、根も葉もないことはないかもしれませんけど、前も言いましたけど、横断的研究と縦断的研究というのがあって、横断的研究というのはその時点で関係ありそうな要因を探し出すための研究なんですよね。だから、全然関係ないものが浮かび上がってくる。例えばですよ、がんの予防に赤ワインが効果があるとか今までいっぱい浮かんでは消え浮かんでは消えってしたじゃないですか。そういうことの一つだと思っていただくと、
いいかなってちょうどかなって思いますね。まなので私たちそういうの出てきても意外とふんまた来たのねみたいなぐらいしか思わないんですけど、まあ、慣れてない方々はこうわって飛びつくかもしれませんね。特に今回なんかあのなんていうか、未知の感染症ですから皆さん結構わらわらしますからね。まあ私なんかこういう性格ですからまあしょうがないじゃないかってなるようにしかならないよって。私ね患者さんからもよくあの結構うちわらわらした患者さん来ますから結構わら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 して私にいろいろ言うんですけど、あの大丈夫だよなるようにしかならないからってで噂をぶつけられるわけですよ。こんな話があるんですけど、ね、こういうことで心配なんですけどとか、これで結果が悪かったらどうしようとかね、あのうち結構ほらセンシティブな検査扱ってますからそういうこと言われるんですけど、いや待ってとりあえず出てからわらわらしようよとか出てから考えようとか、うん、あの出る前に考えてもしょうがないからねって、うん、とかね、そうって結構身も蓋もない話をするといういやでもあのやっぱり段階的にしか物事って進められないっていうのが分かんない人いっぱいいるんですよね。だから人生ってどうしてもほら待つしかすることがない時ってあるじゃないですか。いや私よくあの病棟であの重症の患者さん預かってた時、あのやるだけのことやったらもうあとは祈るしかないですけどねってな、それですからねっていう話をしてたんですけどね、この間ツイッターで同じこと言ったら前はやる気がないのかってめっちゃ怒られましたやる気がない、いや違う、やる気あってやれるだけのことをやったら祈るしかないって言ってるだけなのに、なんか間違ったこと言ってますかね。私ツイッターランド怖いですねまあいろんな人がいるなとは思いました。まあでも本当にあのこの仕事してるとね、やっぱりね人間ってね、どんだけ技術革新してもね神様にはなれないんですよっていうことをもう常日頃あの思い知らされますね、うん、そうです。なので、まあ、BCG あのあんまりポジティブな結果出ないんじゃないかなと思いますけど、出たら出たってびっくりしますよね。それは画期的だと、うん、なんかどうも日本の株だけが違うんじゃないかとかそんなことも言われてましたけど、うん、まあ私たちはもう本当にそういう噂が出てくるのを慣れてますから眉唾かなと思ってましたてか思ってますまだ過去形にしてはいけませんけどね、まだこれからトライアル、オーストラリアが4000人でやるそうなのでその結果が出ると思います。まあでもトライアルっていうのは全然意味ないことなくて、関係なかったら関係なかったでがはっきりするわけだから全然いいんですよ、やればいいと思います。じゃあ今回は BCG ワクチンのコロナウイルスに対するあの予防に対する効果について述べました。では失礼いたします。